はい。ということで、えー、どうも皆さん、こんにちは、へんでございます。えー、ケー第50回ですか。はい。記念すべき50回ですね。はい。もうその50回にふさわしくですね、えー、伝統の春の G1、えー、天皇賞春、こちらのね、えー、展望、ま、あ考察ですね。えー、まあ、2週前ですけど、えー、やっていきたいと思います。はい。えー、まあ、一応ね、えー、登録馬出てます。で、一応予想オッツもね、えー、一応出ております。今んとこね、えー、一番人気はドゥレッツァーですね、 予想オーツ2.9倍ということで。えー、まあ確かにね、うん。まあ人気するやろなとは思ってたんですけど。まあちょっと前走のね、えー、金庫賞、えー、あまりにも負けすぎやないかなというふうに思うんですけど。まあ確かにね、喫下賞の走り見たらね、やっぱ買いたくなりますよね、どうしてもね。えー、っと。まあ、ジョッキーはね、ル l ルジョッキー怪我の影響で、まあ戸崎ジョッキー乗り換わりなんですけど、まあそうですね。<laughs> まあ、操縦性に関しては、どうなんやろな。まあ、ちょっとルメールジョッキー以外から乗ってるとこ見たことないんで、まあ、追い切りちょっと見てから判断ですね、これは。うん。<laughs> まあ、でもね、ここで消しとか言ってたら来るんでね。<laughs> まあ、さすがに紐には入れとこうかなと思うんですけど、本命にはやっぱりしづらいですね。はい。プログノースにあんだけちぎられてるの見たら、ちょっとね、やっぱ買いづらいなというふうには思ってしまいますね。えー、で、2番人気想定が低用ロイヤル。 えー、僕としてはこのま圧倒的一番人気になるかなと思ってたんですけど、まあ、ドゥレッツァが結局人気集めそうなんでね。えー、ドゥレッツァが人気吸ってくれればこっちのテ王オロイヤルが美味しくなるんでね。えー、まあ、<coughs> まあ、前奏の半死大勝体めちゃめちゃ強かったからね、このテ王オロイヤルが。えー、だから、僕としてはドゥレッツァよりかはこっち本命にしたいなというふうに思いますかね。はい。で、3番人気総体がまさかのサリエラ。 まあ、あ竹内かジョッキーが乗るっていうのもそうですし、あとはヒン馬ね。うん。ま、あヒン馬なんとか登録してますけど、ま、あ一番チャンスあるのはやっぱこの馬でしょうね、きっと。はい。えー、っと、サリエラね。えー、前走のダイヤモンドステークス。えー、僕は正直ね、あんまり長距離的性ないんちゃうかなと思ってたんですけど、3400メートルをね、2着着着てるんで、長距離的性間違いなくありますね、この馬に関しては。はい。 まあ、て、てことにね、サリエラもね、えー、全然チャンスあるかなと思います。この長距離の G1 ってね、なんかあんまり、ン馬が勝ってないイメージがあるんですけど、えー、どうで、どうなんでしょうね。えー、ちょっと待ってくださいよ。天皇賞春で、ン馬が勝った履歴ってあるんかなっていう。今、そっちも気になってるんですけどね。あ、なんか、レダ。レダっていう馬が、1953年ですか。 が、えぇ、ー、唯一、ういう称した唯一の貧馬であると。ああ、なるほどね。ということはやっぱ長距離は圧倒的にボバの方が、えー、強いんでしょうね。えー、まあ確かにね、えー、まあなんか、わかる、わからんでもないような気がするんですけど、えー、ここでサリエラ買ったらね、非常に歴史的なことですよね。えー、まああの、この前のサツキ賞のレガレイラもそうでしたけど、まあ確かにね、期待、歴史を変える、 えー、力を持ってると思いますね。はい。で、4番人気相手にタステエラが来てるんですよね。まあ、もうタステエラね、天皇賞張るって聞いた時点でびっくりしたんですけど、えって思って。ねまあ、確かにね、このままキッカショ書2着の実力はあるんで、まあ、長距離適正は、まあ、確実に、ね、あるんでしょうけど、はい。あの、喫科書の時もね、まあ、ドレッツァーに離されてたとは最後の最後伸びてたんで、えー、まあ、タステエラもね、えー、まあ、長距離適正はあると思うんですよ。 あると思うんですけど、ちょっと前走の大阪杯がね、あまりにも負けすぎなんですよね。えー、一番人気背負ったんですけど、結局、ね、えー、四角回った時も、ね、中段前目でいい位置にいたんですけど、えー、ただそっからズルズルズル失速していた感じで、結局11着に終わってるんで、ちょっとタステーラ買いにくいなとは、えー、思うんですけどね。うん。 ただね、消したら消してでやっぱり来たりするんでね。やっぱ怖いのは怖いんですけど、タスティーラに関しては思い切って消せるかもしれませんね。はい。で、5番人気相手がブローザホーン。ブローザホーンに関してはね、もう前走の阪神大表点素晴らしい走りでしたね。はい。えー、ちょっと、えー、長距離的性ちょっと気になってたんですが、えー、まあしっかり3000メーターもこなしてくれましたし、上がり3ハフは全体2位の足使ってるんで、えー、でまあ3着食い込んできてますし、 まあ、ブローザーホーンはね、いいと思いますよ、僕は。はい。まあ、菅原ジョッキーもずっと、えー、乗り続けてる感じで、<laughs> まあ、日経新春杯非常に強かったですしね。で、まあ、阪神大表点でもしっかり三着に食い込んできてるとなると、やっぱこの馬もね、えー、非常に力,力強いなとは思ってます。はい。で、あと個人的にはワープスピードも期待してるんですよね。はい。 セイヤーズ・ステークスの時は僕本命にしましたよね。確かワープスピード。ワープ、本命にはしてへんわ。ダイヤモンドで本命にしたんか。ダイヤモンドでは上がり最速の足を使ってね、えーまあ、3着に来てますし、えーまあ、前走の阪神大賞典もね、えー、しっかり2着に食い込んできているということで、まあ、間違いなくね、この馬も実力はありますよね。うん。で、今回ね、ちょっと乗り換わりで、三浦康成騎手に乗り換わってるんですが、 ねチャンスはチャンスですよね。三浦高生ジョッキー。えー、G1 制覇へ向けてね、えー。はい。で、あとはサボーナが7番人気想定ですけど、えー、このサボーナに関してはなんかね、オカルトで見ましたね。ツイッターのなんかで。えー、っと、なんか <coughs>、この春の G1 はずっとあの、地名が、えー、地名に絡む場面のね、え、馬が優勝していると。で、この天皇賞春の登録馬の中で街頭馬がサボーナだけみたいな、えー、オカルトを見ましたけど、 え、まあサボーナに関してもね、まあ、長距離的には間違いなくありますし、まあ一応、前走の阪神大商店も6着に敗れてるんですが、まあ、ただ、日経新春杯2着、まあ、そ、まあ、4歳世代にしたい頑張ってる方やと思うんですけどね。はい。えー、まあただ、ちょっと前走の阪神大商店、やっぱ跳ね返された感があるんで、えー、まあ、あまり、頭では買いづらいですね。うん。 ま、状態次第では紐でも、紐では全然変えるんですけど、って感じですかね。はい。で、で、チャックネイトもこっち来るんですね。ちょっとかなりの距離延長になりそうなんですけど、ね、前奏がアメリカジョッキークラブカップでね、確かにね、ボッケリーに刺されそうになったとこもう一回差し返したんはね、えー、非常に評価できるんですが、 えー、ただ、前走の2200から一気に3200、1000メーターの距離延長ってなかなかですよね。えー、それ考えると、ちょっと怖いなと思いつつも、力はありますからね。はい。うん。力間違いなく、いいもの持ってるんで、ええー、まあそうですね。うん。<coughs> まあ、ちょっと面白い今ではあるかなというふうには、えー、思っています。はい。 んで、あとはあ、ディープボンドね。ディープボンド今んところ9番人気想定ですね。えー、おっつも25.7倍。ね、ディープボンド、京都芝3200は2話ですからね。えーえー、まあちょっと期待してしまう部分はあるんですけど。<laughs> まあね、ここ、ここ最近ずっとね、えー、まあ確かにあまり走れてないんですけども、えー、まあ。 ジャパンカップ有馬記念と連続で2桁着順でね、えー、自己条件に戻った阪神大昇天でも7着に敗れていると。えー、まあ道中はね、えー、3番手ぐらいで絶好の位置にいたんですが、ちょっと直線でね、えー、伸びを変えてしまって、まあ、確かに衰えもね、えー、あると思います。うん。もうさすがに、ね、7歳馬なんでね、えー、正直衰えはかなりあると思,思うんですが、えー <coughs> まあそうですね。ただ京都大賞去年の京都大賞で3着なんで、で、しかも去年の天皇賞春は2着ですからね。えー、それ考えると、まあ、まあ京都コースにね、もう一回戻ってくるのは確実にプラスなんで、はい、あの下り坂を使ってね、えブ、ー、ずぶくても <laughs>、あの下り坂さえあれば来れるし、スタミナは絶対このまあるんで、 えー、そのままね、えー、早めに仕掛けて押し切るとかね、えー、そういう形はあるかなと思いますし、ね、えー、この前の、えー、ジャスティン・ミラーの絆3区ね、8大競争を初めて勝ったということで、今、絆3区は非常に、ね、勢いがあると言っても過言ではないと思います。はい。えー、まぁ、あ、確もうこのディープモードに関しては本命にする最後のチャンスかなというふうに思います。はい。やっぱりね、中距離だとどうしても切れ負けするんで、この長距離でね、 えー、もうなんとか悲願の G1 を取ってほしいなっていうのが、えー、僕の中でもあるんでね、ちょっと、この天皇賞春は、えー、ディープボンドに夢を見ようかなというふうにも思っています。はい。それぐらい、ちょっとここはディープボンドに、えー、大きく投資しようかなというぐらいに、ちょっとディープボンドには期待してます。はいな。ちょっとまた乗り換わりっていうのが引っかかるんですけど、ね、またしてもディープボンドに乗れなかった和田龍二ジョッキーなんですが、まあ、ちょっとマニオンかな、そもそも。怪我してはってね。 ええー、まあ、みゆきジョッキー乗り換わりですけど、もう、もう、この際そんな関係ないですよね。もう、ディーフボンドに買ってほしいと、ええー、いう部分がありますんで、はい。で、あと、シルバーソニックね、ええー、今回、デムールジョッキー乗り換わりなんですけど、まあ、前奏の阪神大昇天がね、まあちょっと、まあ4番人気11着。まあ確かに負けすぎかなっていう部分はあるんですけど、まあ、ただ今日、シルバーソニックに関してもね、去年3着ですしね、 ええー、まあ、京都は覆ってるんちゃうかなというふうに思ってます。はい。えー、で、デムールジョッキーですからね。えー、早めに仕掛けてね。まあ、この前のコスモみたいにね。なんか、まくりでね。ぐわーって来てくれればね。このシルバーソニックもスタビナ間違いなくありますから。でさ、このシルバーソニックに関しては最後のキレも持ってるんでね。えーちょっとこう穴埋まれしちゃうちょっと怖い存在ではありますけどね。はい。で、11番に来そうってね、このゴールドプリンセスがあんまりよくわかってないんですよね。 ただ前走は、えぇ、ー、クラス3000メーターで勝ってますし、上がり3波の全体2位の足、重ば,ばまで36.9。まあただ、京都の長距離がどうかなっていうところあるんですけど、まあ、このゴールドプリンセスも、えー、ね、長距離悪くなさそうですしね。まあちょっと怖いですね。で、ハピーがね、ここ来てるんですよね。はい。 ね前走が、そう、いきなり芝に来たんですよね。大阪ハンブルクカップ。芝2600。ま、結局9着に敗れてるんですけど、そっから何を思ったか距離延長してね、ここに登録していると。ええ、ほんまにハピーに関しては、ちょっとよくわからないんですけど、そのままダートで行ったらええんちゃうんって思ってるんですけどね。まさかこっち来るとはって感じでね。こういう意外性のある馬が来たりするんでね、ちょっと怖い部分あるんですけど <laughs>、 まあ、ええー、まあ、あんまり買いづらいっちゃ買いづらいですけど、ね、来たら怖いですよね。実績はね、一応しっかりありますからね、チャンピオンズカップ2着とかね、えー、3着か。その実績は持ってますからね。まあ、確かに怖いのは怖いんですけど、ただどうなんかな。うん。ねえ、バ2600で大敗してて、いきなりね、 サンハロン距離延長してどうかって言われたらどうなんでしょうね。はい。そこ気になりますけどね。で、えー、スマートファントムマテンローレオ。マテンローレオもこっちですか。長距離路線か。うん。まあ確かに前走の日経賞4着なんで、まあ悲観することはないかなと思いつつも、まあここ最近ずっとね、えー、まあ馬券圏外続いてますし、まあ中距離路線で、 あまりうまくいってないことを考えると、まあ距離延長っていうのはまあわからんでもないんですけど。ただいきなり3200ってきつないですかうん。まあでも京都はね、えー、っと、去年の京都記念ね、えー、ドーデュースの2着ですから、まあ京都じ自体は合ってると思うんですけどね。まあただ今年の京都記念負けてますから、うん。<laughs> ま、この馬に関してもなんか買い時がよくわからん馬ではありますよね。はい。えー、まあ、個人的にはね、マテンローレオよりもプリムドールの方に期待してるんですけど、えー、前走の阪神大賞典は、上がりさんはる全体2位の足を使って4着に食い込んできてますとで、ディープボンドに先着してるんですよね、この馬。はい。えーディープボンド、ディープボンドに勝つ方法を知ってるのは誰よりも乗ってきた和田隆二であるみたいな、えー、投稿を見たことがあるんですが、 まあ確かにね、えー、プリムドールね、ちょっと期待してもいいかなと。えー、ちょっと15番人気想定なんですけど、そこまで穴馬じゃないやろと思うんでね、阪神大賞って4着の実績は持ってますし、まあ、このままも頻馬ですしね、えープリムドール割とあるんじゃないかなと、えー、いうふうには思ってます。はい。まあこの辺までかな。うん。あとはシュワリエローズとか、まあ、スカーフェイスヒンドゥータイムズ、えー、もうそうですけど、 メロディーレーンもね、えー、一応登録はしてるんですが、このハピが来たことによってですね、えー、メロディーレーンが除外対象になってるという記事を見ましたね。はい。まあ、天皇賞春に関してはそうですね、ちょっとまだ絞りきれないところはあるんですけども、<laughs> まあ僕はディープボンドに夢を見たいというふうに思ってます。はい。ね、この自己条件に戻って、 で、9番人気想定、オッツ25倍であれば全然買えますもんね。はい。ちょっとディープボンドに夢を見させて、ここはね、もう G1 はロマンですからね。えー、ロマンを追いかけるのが G1 です。えー、なのでね、ここはちょっとディープボンド、個人的にはめちゃくちゃ期待してます。はい。ただね、なんか追い切りで全く動いてないみたいなことがあればちょっと考えますけど、はい。ディープボンドを、まあ、本命にしてみたいなというふうには、今のところ思ってますね。はい。 なので、まあ今回は、まあ、本命はディープボンドで行くかもしれませんけど、ま軸、あ、本命は別に設定しますよ。やっぱりね。そこはね、えー、ロマン追ってるだけじゃね、ちょっと皆さんに見て、YouTube ね、見てもらってる立場からすると、やっぱりね、ロマン追ってるだけじゃダメですからね。はい。えー、まあ、そこはね、ちゃんと軸本命もしっかり設定した上で、えー、ディープボンドは本命みたいなね。そういうやり方で行こうかなというふうに思ってます。はい。 ということで、えー、本日の動画はこれで以上になります。良ければですね、高評価とチャンネル登録の方よろしくお願いします。えー、まあ、今年中にね、え YouTube 収益化したいというふうに、えー、強く思っておりますので、えー、できればチャンネル登録の方していただけるとありがたいです。はい、えー、ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ